会えたのか偶然か必然か神様しか知らないけれど、奇跡とも呼べる運命の出会いだから、今だけは笑っていようよ。どんな昨日を過ごしてきたの、悲しいこと苦しいこともあったんだろう、という歌詞です。本当なんかこう聞いてくれる人と会話をするような、そんなイメージで、物語を綴っています。なんか普段こう書かないような本当書き方で、今日もね、書いておりますので、また、自分の新しい一面が見られるんではないかと思います。いろんな小山純一をね知ってもらって、ライブで本当に一緒に楽しみたいなと思います。今日も精一杯心を動かして、今日今本当に最高に楽しいことを、して過ごしていきましょう。絶対楽しいこといっぱいいっぱいあるからね。仕事の中にも楽しいこと嬉しいこといっぱいあるし、そういうのを探せる目とそれを感じる心が、大事だと思います。どんなことも楽しんで、進んでいきましょう。ということで、ライブにね本当に遊びに来てください。ちょっとしばらくライブないんですけどね、4月の、後半の方にはライブがあります。ぜひライブに遊びに来てください。そしてね、今夜はツイキャスがありますんで、ツイキャスぜひね10時15分から見てください。毎週ねやっておりますので、ツイキャスだったりライブだったり本当にみんなと会って会話して、最近こんなことあったよなんていう話がね聞けると、嬉しいです。たくさんの出会いをつないでね、もっともっとでかい、でっかいチームに大きな輪にして、もっと本当に100人1000人1万人僕天井に寝るとき1万人武道館ライブって書いてある張り紙を見て寝てるんですけど、しっかりそのイメージを常にして、絶対叶えようっていう意識をね、忘れずに過ごしていきたいなと思います。もっともっとチームでかくして、すげえすげえでかいところで、一緒に楽しめることを楽しみにしております。お友達を連れてぜひぜひ遊びにいらしてください。これからも応援よろしくお願いします。小山純一でした。